はい、えー。アンケートありがとうございます。2016年4月5日、えー、13時18秒58、えー、13、13時18分58秒。龍介さん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと、えー。こんにちは。はじめまして。えー、私は現在、えー、仕事を休職中です、えー。このように精神を、をや病んでいる状態で、 うつ、うつかなうつのため仕事を休止中です。このような精神を病んでいる状態の自分でもネットビジネスなら何とかなりますか家でパソコンするのは全く問題ありません。吉谷社長よろしくお願いいたします。ということで、多分無理です。無理です。はい、これこ厳しい言葉を言うかもしれないんですけど、無理ですね。精神的に問題がある状態で新しいことができるのか逆にできる人がいるんだったら聞いてみたいです。精神が 何をやるにも心って大事なんですよ。なこの心がちょっと今こういう状態の場合はまず心を新しいことにチャレンジするんじゃなくて心を復活させることに集中してください。 心がその満,たされ満たされるというか、その鬱の状態で新しいことをやってもまた新しなぜダメ、なぜ無理っていうのか、これ理論的というか結論を言うと、鬱の状態で新しいことをやります。じゃあ、新しいこともまた新しい問題が出てきます。じゃあ、新しい問題が出てきて、うつ病、えー、精神的に微妙な状態、新しい問題出てきました。じゃあ、この新しい問題、その状態で超えられますかって話なんですよ。 多分物理的にば僕難しいと思いますので、僕はネットビジネスは無理です。何とかなりますかならないです。ならないので、まずは自分の体を、まず精神状態が悩精神が病んでるということなので、その精神を元に戻して、通常に戻してください。最低でも通常に戻してください。通常に戻さないと無理だと思います。 精神が病んでる状態で新しい壁が出た時にそれは乗り越えるのは非常に難しいと思います。ただし、一つだけ乗り越える方法があるとするならば仲間を作ってください。なんとかなるというか、なんとかしてくれる仲間を作ってください。例えば新しい壁が出て自分も心がちょっと微妙と、ああ、きついなってなった時に仲間が10人いたらどうですかおいし、ん張るぞ。一緒に行こうぜと。ああ、本当にでもしんどいんだよなしんどい。いや、おいし、行く,くぞ。みたいな。その仲間が10人いたら乗り越えられるんです。 だけどこれ一人だったら無理ですから、もしこの状態でやるたいんであるならば仲間を作る。ネットビジネスをやるというか仲間をまず作るっていうことが大事ですね。じゃあネットビジネスをやるとするならば、えー、一緒にネットビジネスをやれる仲間を作る。 っていうところですじゃあ仲間をどうやって作るのかっていうと今 SNSFacebook とかありますから Facebook を使って一緒にネットビジネス一緒に頑張ってなんか勉強会とかランチ会とかちょっと一緒にご飯食べてなんか話しませんかっていう仲間を作ることをフォーカスした方が僕は賢明だと思います。はい。一人じゃ絶対これで壁は乗り越えられませんので。はい。ということで、えー、これでアンケート終わりたいと思います。えー、アンケートありがとうございました。